全国のたかしくん集まれ、ブレブレブレ、キンコンカンコン、キンコンカンコン、おごめん、そしておばんです。大分のたかっち親方こと、たかし親方です。噛みましたし、今回は、ちょっと実は本名も出してご案内いたします。今回はアイドルハロープロジェクトの話題です。モーニング娘。の話題なんですけれども、ラジオ番組モーニング女学院、なんと、初投稿にして私の投稿が読まれました。イエイ、めっちゃホリデーということでですね、今回まあこのラジオ番組モーニング女学院について、そしてまあ私の投稿、そしてまあ今回初めて語りますけれども、まあ私の名前について、簡単にご紹介をいたします。どうかお付き合いよろしくお願いいたします。まず、モーニング女学院放課後ミーティングというまあ番組についてご紹介です。毎週土曜日ですね、深夜0時、まあ実際日曜日に差し掛かったところですね、から30分間放送されています。あの、ラジオ日本をキーステーションに放送されている番組です。もう歴史がですね、10年目に確か入ったんですよ。当初はですね、9期、10期のラジオ番組。で、小田ちゃんがね、11期が入った番組でして、まあ12期以降は、モーニングダイアリーというですね、モーニングダイアリーという、まあ木曜日の夜にやってた番組だったんですけれども、今はもう全員ですね、9期から15期までのメンバーが出演されます。まあこれですね、あの、モーニング女学院という、まあ架空の学校にですね、まあ娘のですね、メンバーが、まあ生徒となって、まあ放課後に集まってこう、楽しくですね、会話する、そんなコンセプトの番組です。実際、まあ、出席番号がですね、入って、そして、ね、日直というのが毎回決まってます。で、その方が、まあ、MC、番組を進行します。まあ、いろいろ会で違うんですが、通常はですね、3名が出席して、2週間分を担当されています。まあ、今回ですね、私の投稿が、まあ、初めて投稿して読まれたのが、2021年の5月15日の夜の分でした。この回がですね、石田あゆみちゃん、サブリーダーと、加賀楓ちゃん、そして岡村誉ちゃんの3人で、まあ2週目の放送でした。まあ実はですね、先週ですね、読まれるかなと思って聞いてたんですけれども、まあ残念ながら読まれませんでしたが、今回ついに読まれました。じゃあ一体私はどんなですね、目安箱じゃないですけれども、ね、投稿したのか、今回ですね、私の投稿の解説付きでご案内いたします。それでは私の投稿をですね、なんとまあメールで送った原文そのままもう今貼り付けております。で、これからちょっとラジオネームとかですね、呼びながら、まあ、随時ちょっと簡単な解説をしてまいります。まず今回のですね、投稿についてですね、まあ3名のですね、メンバーのうち、今回はね、あの写真、右下の写真真ん中の、まあ日直である石田あゆみちゃん、あゆみんと、ま、今回ね、読ませていただきますけれども、を意識しました。まあ、ペルソナ設定というですね、あの、よく、マーケティングというか商売の世界で行われます。で、こういうお客様をですね、相手していると、もう具体的にですね、どこにお住まいの何十代の男女ですね、職業何とか決めていくんですけれども、まあ、今回、石田あゆみちゃんで、彼女は、東北、宮城県出身でありますし、あの、大使館という、こう、独特な雰囲気を醸し出すんですね。まあ、本人、あの、一生懸命面白いとかですね、やってるけれども、なんかこう、少し、はたかみた空回りしてるとか、こう、ユニークなところがあって、こう、なんか憎めない可愛らしい面白い雰囲気があるというのを持っている彼女。で、この後紹介しますけれども、まあ、インターネットとのサイン会がありまして、まあ私の本名であります、たかしというんですけれども、たかしくんを連呼してくれた、このエピソードにですね、ちょっと着目をいたして、今回投稿させていただきました。それでは、読みます。ラジオネーム3年6組、たかし親方ですけれども、3年6組ですね、ここいろいろ、あの、何年何組必ず入れてくださいねというふうに言われてます。そうしないと、あの、佐藤まさきちゃんがね、怒るというね、のがまあ定番なんですけれども、今回ちょっと思い、つかなかったので、まだ、まあ、とりあえず私の好きな3と6という数字を入れさせていただきました。
先走りますけれども、実はこの次の回も私投稿してまして、その時はちょっといじってますね。で本文いきます。あゆみん、かえり、ほまたん、おばんですというのはですね、おばんですというのは東北と北海道で使えている、方言で、こんばんはという意味だそうですね。これまさに石田あゆみちゃんがですね、今回のラジオでもそうですけれども、とかブログでもそうなんですけど、必ず最初にですね、おばんですって言うんですね。それを意識しました。ちなみに私が最初ね、よくラジオやですね、ブログで言っている、おごめんっていうのは、おいた面で、ごめんくださいとかね、お邪魔しますっていう意味です。そして、初めて投稿しますということで、今回は名前についてですと。ですね、最初にどういうテーマがですね、するかというのを明示しています。そして、My name is たかしです。かっこわらってありますけれども、ね、なんと滑っていることでしょうか。実際ですね、ラジオの番組の中でも、ね、今回岡村ほまれちゃんというね、一番若い子ですね、新人が呼んでくれたんですけれども、あれ、案の定滑りました。ただ実はですね、これわざとこういうふうに、滑れるのも想定してましたし、メンバーがえいっていうふうな表現にあえてしました。ね。いきなり英語を出したり、あと、本当はイズとデスが被ってるっていうところもあるんですけれども、というのがですね、先ほどちらっと言いましたが、まず石田あゆみちゃんに関しては、大使館という感じでですね、なんかちょっと面白そうなことがあるとですね、ちょっと乗っかってくるとか、ね、ちょっと私が滑り気味だと一緒に乗っかってくれるとか、そういうのも期待してましたし、あとカイリーがですね、こういう英語ネタに関して、アハーとかですね、ヨイエーとか、なんか結構乗ってくれるんですよ。昔野中美希ちゃんが英語で喋ってるね、インタビューで喋ってる時、アハーとか言って、裏でカイリーが合図って言ってたのが印象的で、ちょっとそういうですね、印象をあえて探るためにちょっとですね、正直わざとハイテンションというか滑りっていうのを予想しながら、実は書いた節がございます。続きます。先日インターネットサイン会あゆみんと小田さくらちゃんの会にて、とある成り行きで小田ちゃんがたかしくんって名前テレ屋さんみたいと発言。その後あゆみんもたかしくんを連呼しましたね。別の方の、ね、別のたかしさんがですね、読まれてる投稿なのに、まるで私の名前が何度も読まれてるみたいで、なんだか嬉しかったです。これね、後ほど紹介しますけど、メジャーな名前に本当に生まれてよかった瞬間ですね。ですと書いてますけれども、ね、あゆみんありがとうということで、実はですね、これモーニング娘。に限らずですね、他の例えば、ビヨンズとか、椿ファクトリーね、ジュースジュースの回でもですね、全然私が投稿してない、関係ないね、メンバーも、でもですね、の回でもですね、要は、高橋さんって方が全国にいっぱいいらっしゃって、ですね、どんどんね、高橋さん、どうもありがとうございますって言われて、なんかまるで私がね、投稿してないのに呼ばれてる気がして、なんか本当にお得な気がしたというですね、感じがしたという、ね、嬉しい感想を出しました。ではここから質問に入りますね。そこでみんなに質問です。皆さんは自分のお名前は気に入っていますか？また自分の名前で得したことや困ったことなど、何か印象的な思い出があれば教えてくださいということね。これからも番組を応援していますということで、名前ということで今回テーマしてますが、正直どんな投稿するか私もかなり悩んで、究極はどういう、ね、質問をメンバーにするか、メンバーに答えてほしいかというのを考えた際に、あゆみんのね、たかしくんのね、年号からですね、要は名前に注目して、名前のね、話題、ね、自分に関することなら、話しやすいだろうということで、今回、こういう投稿をさせていただきました。これ、実は結果的に言うとですね、それぞれメンバー3人のメンバー内に名前の話、この後ね、簡単に前半部分だけ用紙を説明しますけれども、結構ね、盛り上がってくるんですよ。本当はね、例えばね、楓って名前によりか私この名前な気がするっていう話になって、それぞれ後ですね、3名とも、違う名前をついて、この後後半の有料分になりますけれどもですね、学級会という特別、ね、続編のコーナーで、ね、この話題出そうよっていうことで、ね、もう話がこう
次の展開にね、つながっていった。これはなんか我ながらというか、いい感じに盛り上がって嬉しいなというふうに感じました。以上が投稿内容です。そしてですね、このまあ私のね、それぞれお名前についてどういうふうなエピソードや思いがございますかということで、いろいろ結構話は長くなるんですけれども、まあ今回紹介する分はですね、簡単にかいつまんでお伝えいたします。詳細はまたですね、ラジオ動画もね上げてますので、そちらをご覧いただければと思います。まずですね、石田あゆみちゃんについて、まあ、あゆみということで、彼女はですね、名探偵コナンがですね大好きで、でその中であゆみちゃんが登場するんですけれども、なんかまるでね私の名前が呼ばれてるみたいということで、これがまた嬉しいということです。まあ、個人的にはですね、歌手の石田あゆみさんの話題出るかなと思ったんですけれど、まあさすがにそこらはですね、ラジオでは出なかったはずです。余談ですけど、名探偵コナン、コナンというのもね、まあ私のことはご存知な方は、実はこれもね、とある縁があるということだけお伝えいたします。続きまして、加賀楓ちゃんですけれども、ね、ひらがなにしね、こうしてみると、加賀楓と、加賀こうね、ずっと続くんですね。3文字、まあ、がも含めてですけれども、まあ、正直言いづらいと。で、さらにですね、加賀楓ですとなると、でも続くので、より言いづらくなる。加賀楓ですっていう感じになるんですね。で、実際この楓という名前ですね、スラムダンクのルカ楓ですね、男性のですね、バスケット選手ですけれども、まあ、私もそのイメージありますけれども、こうそれ以外でこう女性で楓という名前のキャラクターが意外といないなっていうことを楓おっしゃってました。まあ余談ですけど、私のまあ青年団仲間ですね、楓ちゃんって言いますけどね、今度楓って呼んでみようかなと思いますけどね。ちょうどね、加賀楓ちゃんもその子も11月生まれということで、まさにもみじの時期に生まれたね、いい名前だなというふうに思います。まあ余談ですけど、この加賀っていうね名字からですね、石川県の加賀温泉の、大使も務められるですねほど、これはファンがですね、全然本人はとね東京生まれというか、本当は千葉県生まれらしいんですけれども、加賀温泉とは関係ないものの、まあ加賀楓天皇たがですね、ぜひ加賀温泉でね活動をということで、ファンがこう後押ししてね新しい仕事を生んだというすごいパターンですね。これも本当お名前でですね、ある意味には本当役得な面白いですね出来事です。で最後、岡村ほまれちゃんですけれどもね、まあほまれとひらがなで結構こうインパクトね印象に残る、まあ珍しい名前というところも正直あるでしょうけれども、まあ私の中ではやっぱりこの沢ほまれ選手ですね、女性でほまれというとそのイメージなんですが、やはりまあ本人もそういうエピソードがあって、まあ、幼稚園の頃ちっちゃい頃にですね、まあそれこそちょうどねなでしこジャパンですねが、まあ世界一になってワールドカップでねキャプテンホマレさんが入った時に、もう同じホマレということで、なんかこうサッカーしてたのかなとか言って結構いじられてたことがあって、まあ正直ちょっとそれが嫌だったということですね。でまたホマレねっていうのはひらがなで書かれてて、まあ周りが漢字が多い中で、まあ、私自身、まあ、同じ誉れでもこの漢字に憧れてたという話もありました。で今はですねその誉れという名前も可愛いね気に入ってますし、もうメンバーからも誉たんは誉れだよなって、もうザ誉れみたいな感じでですね盛り上がったなというふうに思います。でこの後ですね、じゃあカイリーはなんか楓って感じしないよね、例えばアイミンが言うわけ、カイリーはなんかさやかっていう感じがするとか、なんかそんな感じでお互いなんかこういう本当だったらこういう名前じゃないかなっていう印象をですね語り合ってたのが、特徴的でした。ではですね、じゃあ今度一方私のことについてですね、まあ私、まあ、初めてねご紹介いたしますが、まあ本名はたかしと申します。まあたかっちという名前からですね、まあたかしですね、まあすぐ連想でできると思いますけれども、まあたかしという、ね、方ね今どのくらいいらっしゃいますでしょうか。まあ正直結構ね男性の中ではメジャーな名前です。まあメジャーすぎてよくまあ小学校の時はですね算数の教科書よく大体出てくるんですよ。たかしくん、たけしくん、ひろしくんっていうのはですね、
まあ私の場合、その小学校時代、そのね、算数の教科書ばっかり来てこういじられててですね、本当に私はこの名前嫌でした。私は別にね、いつもね、お使いでケーキをね、5個買ったりとかしませんし、ね、お兄さんが出発して忘れ物届け行くのに5分遅れて、池の周りをね、走って追っかけたりとかしませんよ。まあね、なんかあれば、たかしくん、ネット上でもたかしとか言ってからね、しっかりしなさいみたいな感じでよくコメントされてててですね、これ一般的な話ですけれどもね、2チャンネルとかにね、書かれてて、まあ、たかしという名前がいかにこう、ですね、一般的というか、まあ、こう、日本の男子のですね、代表的な名前の、まあ、一つになっているのではないかなというふうに感じてます。で、まあ、余談ですが、高校時代はですね、通ってた、学校の、高校の校歌にですね、最後、生きたかしとか、仰ぎてたかしわがりそう、みたいな感じでですね、たかしという言葉が出てきますし、ね、あの意外なところでこう自分の名前が、ね、皆さんに読まれてます。まあただですね、これがだんだんとですね、まあたかしというですね、平凡な印象ながらもこう、まあやっぱりこう日本の男性らしさもあって、まあ次第にこれ、あ、シンプルながらも結構しっかりとした名前というか、まあ愛着があると言いますか、一般的にこう馴染みがある名前だなということで、まあ基本的にはこう、なんていうか、覚えやすいというか、インパクトはないですけれども、まあ普通の名前で、まあ大体、たかしですと言うと、あ、たかしさんですねって言って、すんなりこう、聞き返されることもなく、覚えてね、もらいます。で、ということで、先ほど申し上げた通りですね、いろんなね、インターネットサイン会で、たかしさんがね、投稿されてまして、どんどん引っ張りだこな、ね、だと勝手に思っています。まあこのね、まあ、たかしという、まあ今ひらがなで書いてますけどね、名古屋の市長さんみたいな感じになってますけれども、まあ実際私のそのたかしというのはですね、これ実はまあね、ご存知の通り、たくさんですね、実はこれ漢字表記いっぱいあります。ね、たかしさんがたくさんね、いらっしゃるほど、漢字の表記やですね、まあひらがなのたかしさんも実は他にもね、出会ったことあるんですけれども、漢字の表記がね、まあたくさんあって、私のこのたかしのですね、まあ漢字の表記、まあ紹介いたしませんけれども、かなり珍しい、文字ですね。結構正直字をね、間違えられることは多いですね。その漢字の表記は間違えられることが多いのはちょっと苦労しているところですね。あと、まあこのたかしというですね、イントネーションですけれども、多分一般的にはですね、たかしさん、最初にアクセントあると思うんですが、まあ私とか大分だと、たかしですね、というふうに言われてます。極端な話、後藤たかしさんっていう方がね、いらっしゃるとですね、今全国のインターネットが、後藤たかしさんですけれども、大分弁ですと、後藤たかしさんっていうのが、正式なインターネーションというか、大分弁のイントネーションですね。ですので、私、余談ですけれども、小学校の高学年の時の担任先生が熊本県出身で、で、私はたかしを呼ぶ時に、たかしくんっていうイントネーションで、それ結構私も気になってまして、周りの方も指摘してましたけど、その熊本出身の先生はですね、いやごめん、やっぱイントネーションこれ言い切らんわって、きちんと正しい表現できないわっていうことを言われた記憶がございます。ね、まあ以上がこのたかしに関する、まあ、エピソード紹介でございます。さあ、親方の放課後ミーティング、下校の時刻となりました。最後にですね、私からまとめでございます。まずですね、今回、盲女の皆様ですね、私の、ね、初投稿ながら、ね、拙い投稿を読んでいただきまして、本当にありがとう。そしてですね、まあ、たかしに絡んで、こう、全国のたかしさんが集まる、全国たかしの会をですね、開催できればね、面白いなというふうに思ってますね。もう何といっても歴史上で言うと、原たかし首相、まあ米騒動ですけれども、まあお亡くなりになってますけど、名誉総裁として、まあ反町たかしさんとか、岡村たかしさんもね、いらっしゃいますし、ね、本当たかしさんいろんな方がいらっしゃいますので、こう集まって、ね、ズームでオンラインイベントやっても面白いかなというふうに思います。たかしあるあるなんてね、やっても面白いかもしれません。
で、なおですね、たけしさん、おっと、たけしさんは違うでしょう。ということで申し訳ございませんが、たけしさんはですね、たけしさんの会でお集まりくださいということで、これまあね、たかしさんとたけしさん、混同されることよくあります。あと、意外とこの外国の方が、たけしというですね、よく言われますけれどもね、まあ、たかしあるあるで、まあ、私見た目大きいですからね、郷田たけしさんね、だけど郷田たかしさんみたいになりそうですけれども、ね、たかしの会ね、こう名前同じ名前っていうのはやっぱね親近感をね覚えますね。で、まあですね、こう猛獣もですね、実は来週から今度メンバーがガラッと変わりますけれども、なんとですね、まあまだ紹介いたしませんけれども、次回の猛獣、まあ2週間にわたってなんとモーニング娘。のですね、現状の私の推しトップ3、1推し、2推し、3推しが勢ぞろいということで、これはね、もう私がね、投稿しないわけがない。二重否定ですけれども、ね、もうこれは絶対投稿したいということで、投稿をさせていただきました。ね、読まれるかどうか楽しみですね。もちろん今回のですね、あゆみん、カエディ、ね、ほまちゃんもね、私結構好きで、特にあゆみん結構ね、最近、ここ半年1年ぐらいは、結構気になりつつあって注目しているメンバーです。のでですね、まあ読まれて本当ね、今回もね、たかしくん、あ、今回も私いっぱい呼んでるねってね、呼んでくださってありがとう。ということでですね、まあこれからも、まあ一つですね、まあブロガー、YouTuber と来て、今度最近は本当ここ半年は、ね、2021年入ってからラジオ職人をですね、目指してね、まあ娘のメンバーもしっかり、あと地元のラジオ番組の投稿でもですね、アナウンサーと交流をさせていただいたりね、しております。ですね、これからもよろしくお願いいたしますということでですね、いよいよもう下校の時間ね、迫ってまいりました。皆様も、ね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ですね。まあ、これからもですね、ハロプロの話題、ご紹介してまいります。今ですね、これ日曜日の、午前中に収録してますけれども、このね、実は午前中の間に一つ、ハロプロのとある写真集が届く予定ですので、そのレポートもまた後日、もしくは、今日のうちに行う可能性高いです。こういうふうにですね、アイドルの話題を提供して皆様と交流をしてまいりますので、どうか引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そして最後にお知らせですね。今回ね、こちら今動画ご覧いただいている方、あ、面白かったとか、あんたすごいなっていうね、そしてもしくは、たかしさんですね。ぜひ高評価、ね、そして優しいコメント、お待ちしております。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ね、ハロプロ、ね、の話題もどんどん出しますし、まあ、個人的には実は、今、登録者数ですね。一つ、まあ、最初の目標が、1000名以上の登録があるという、ね、ことを目指してますけれども、今も987ぐらいですね。名の方ね、登録ありがとうございます。あと一押しで、私もね、その目標を達成、最初の目標達成になります。選挙ではないですけれどもね、どうか、引き続きチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また!今日も推しのために働く。